ホットクは朝鮮料理の菓子の一つ。韓国で感食系の屋台などで売られている安価で庶民的な菓子料理である。一言で言えば中に甘いあんが入ったホットケーキのようで日本のお焼きに近い。ホットクとはこの餅を意味し19世紀末に移民してきた中国人商人が生み出したものとされている。韓国では人気のある屋台には行列ができるなど、 広く親しまれており、日本でもコリアタウンで販売されていることがある。断面小麦粉やもち米粉で作った生地で、あんとなる黒砂糖とシナモンを、まんじゅうのように包み、多めに油を敷いた鉄板の上で揚げるように焼く。途中、ホットクヌルゲと呼ばれる、専用の器具で押さえつけ、平たく成形する。簡単な屋台では袋などは用意されず、客は厚紙を折ったもので挟んで受け取る。 焼きたては中で黒砂糖が密状に熱く溶けており食べる際に注意が必要である。屋台で売られているホットクは生地を一時発酵させてから焼いたものが多い。同様の工程を家庭で行うと時間がかかるためスーパーなどで売られている家庭用ミックス粉にはドライイーストが添付され焼き上げる前の発酵時間を短縮あるいはゼロにしたものがある。ホットクには 様々なバリエーションがある。生地にトウモロコシ粉を使ったものや緑茶を練り込んだもの、餡にやあんに蜂蜜や小豆あんなどを使ったものや、ごまやナッツ類、豆類を入れたもの、また油を使わずに焼き上げるものや、中に何も入れずに生地だけを膨らませて焼いたものなども登場している。ホットクソウル市観光公式サイト、ありがとうございます。